テック×アートフォートゥモロー。テクノロジーとアートの融合により新しい体験を創造する人材を育てる。それが創立時より東京工芸大学が目指す教育です。人々の暮らし、価値観、そして地球環境、あらゆる物事が急速に変化し、常に革新を求められる今、知識の集積では届かない課題が社会には山積しています。この時代を生き抜くために必要なことは、一つの視点にとらわれない豊かな発想と技術により、世界にまだない答えを作り出す力。考察と仮説だけでは大学生にしかなれません。大学生の明日は社会にあります。自らの課題に対し頭を動かし、手を動かし、時には実社会に当ててみる。その繰り返しを好きなだけ試みることができる4年間をサポートすること。卒業後に社会の歯車になるのではなく、この力をきちんと発揮できる未来の創造者を育てること。そのために東京工芸大学には最先端の研究設備があります。マンツーマンで向き合う教員、そして多様な意識を持つ学生がいます。2023年に100年目を迎えた東京工芸大学は、これからもテクノロジーだけでもアートだけでも実現しない新たな眼差しで未来に挑み続けます。